インスタフォローしなくていいので、今日の動画は最後まで見てね。汚いなこのパスタ、なんか汚いな、おむらししたみたいじゃない、もう。気持ちの嫌さだね。なんだかそんな気がしてる。痛い。うわー、うわー。くせ。何？階段学生。今日はみんなに紹介していなかったひよこの新しい家族。あ、すごい、私たちがずっと一緒にいたんだけど、ご紹介したいと思います。楽しみにしてね。3、2、1、こちら。あの、ひよこがこれ作ったんだけど、あの、カチッカチッって何回あの戻しても電気がつくようにこうぶっ壊れちゃって、ちょっとガムテープで押さえてる、一生使えない下の電気。ここの電気をつけたら、ちなみにあの玄関の電気がつくようになっているから、もう使えないのすごい不便なんですよね、実は。そう、すごい不便なんだけど、先生がぶち殺しました。そしてこちらは去年の7月からカレンダーを変えていないスヌーピーのサティワン。またこの汚い顔見て。はい、ということ。で、ここのインターホンで、あの、人が家の前を通ることを確認してから、めちゃくちゃ、あの、いろいろ外に話しかけてましたね。私だとかなんかいろいろ言ってました。まあ、みんなあの想像したら分かると思うけど、ヒューゴって結構とんでもないクソガキジャイアン野郎だったから、あの、はい。なんかあのイヤホンとか何あのあれでもう外の人に話しかけるとか序の口ですね。今日のブルーゼンロクのうちのうん歯磨きだる。ひよこの家にはエスカレーターがあります。ちげえな。ちやーん。部屋戻ってきたぞら。なんか、めっちゃ部屋散らかってて、かゆっ。やっぱ足蚊に刺された。なんか昨晩、かっけえ。昨晩、なんか、そう、昨晩なんか病んでたんですよ。病んでたんじゃない？間違えた。なんか、疲れていて、なんかもう、やだもうと思って、あの、あ、ずっとアプリしてたって何？ゲームしてたんですよ。あのさ、こう、自分が決めたさ、なんていうの？あれ。めんどくさい説明。やっぱいいや。今日は昨日買い込んでいた、こちら。え、スプーンつけてよ。あ、え？スプーンついとったよね。ヒョウが使った昨日。コーンスープ飲むのに使っちゃった。で、昨日本当にもう疲れて、あの、人生に疲れたってよく言う、なんか中学生とかいるじゃない？なんかまあ、中学生とかも、おいおい、これからだよって思われるかもしんないけど、まあ、中学生とも人生に疲れる日はあるの。そんな感じで、ヒョウゴでも人生に疲れる日があるんですよ。かゆ足マジなんなか、マジで。ふざけんな。まあ、それで、あの、ヒョウゴも人生に疲れる日がたまにあるから、まあ、ヒョウゴ昨日ちょっと疲れかけて、あ、もう人生疲れてもダメ、もうこれダメ。これダメ、これダメダメ、みたいなのじゃなくても、疲れかけたなぁ、これ。やばいなぁと思ってて、なんかちょっとセブンイレブンに行って自分が食べたいものを買ってきて、昨日、あの、たまに YouTube で企画するじゃないですか。食べたいもの知らず買ってきたみたいな。あれを動画外でやってた。
めったにしないんですよ。本当に。本当、これマジで。だけど、もう、ちょっと疲れかけちゃって、やっちゃった。まあ別にいいかと思って。でもまあ、普通に考えるとわかると思うけど、これチンしないといけないんですよね。それチンが本当にめんどくさくて。もう食べんでいいかなと思うぐらいめんどくさい。しかも、めっちゃトイレ行きたい。なんでさっきトイレ行かんかったっちゃろ。なんでトイレ行かんかった？もう、マジ無理。こうマジ無理とか言うのも無理。マジ無理ってなんか語彙力の最低限って感じがしない？わからんけど。マジ無理みたいな。ね。今日水曜日なんだって。水曜日か。水木。おーい。わかった。水木、水木。兵庫は、曜日とかあんま関係ないんですよ。YouTube してるから。まあ、強いて言うなら週末が結構大事っていうことぐらいかな。うんうん。まあ、だけどなんか、とりあえずちょっとチンしに行こうかな。ああ、めんどくさい。もうどうしよう。じゃんけんで決める、じゃんけんで。最初はグー、じゃんけん。よし。びっくりした。お前かよ。最初はグー、じゃんけん。フォーンとか言うけど、なんか、見知らぬ未確認飛行物体がじゃんけんに参戦してきたかと思ったやろうが。ふざけんな。チンしに行くか。理事長、チキンカレーいいですか？あ、ありがとうございます。失礼します。道の旅へ。1分50でも2分でよくね。取れてくる。ヒューウンチは絶対トイレペーパー2倍巻きを買います。はい、ほのかなほこり、手洗う。香りがする。これもしかしてカレーかも。カレーの匂いする。の旅へ。いらせと道の旅へ。うう、皆さん魔法のランプを手に入れました。ひよこはどういうことか。何、え、このまま食べるのこれ。でもなんか上って書いてあるよ。やっぱこれこぼすんやろ。いただきます。あー、お部屋片付けないといけない。もうこれ3ヶ月ぐらい行ってる私。でもそれ片付けないといけない部屋が、ほんともうハールの動く城だからさ、うちヨゴの動かぬ城だから、もうすげえんだよね。気が遠くなる。気が遠くなって帰ってこられなくなるぐらい気が遠くなりますね。いただきます。うんうんうん、
なんか美味しいとかより喉乾いたっていうのがすごくて、今純粋にカレーを楽しめてないですね。スプーンの裏米つきすぎやろって思ってました。ごちそうさまでした。わあ、ひよ自動販売機行きたい。自動販売機。ちょ、最近説、さっき説明を諦めたゲームしたいから、ちょっと一回帰ると思うよね。グッ